ハー。今日は絶対に皆さんにしてほしくないスキンケアの10個の間違い、基本的にこの10個の間違いだけしないでほしいっていうお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では1つ目、1日2回朝晩洗顔しないっていうのはミステイクです。朝は寝てる間の6時間から8時間ぐらいのね、睡眠の間にかいてる汗、あとはね、お肌がね、枕にこうタッチしてったりとか、タオルにタッチしてしまったお肌の汚れ、ホコリを朝しっかりと流してもらう。夜は1日ずっと過ごしてファンデーションをつけたりシャドウをつけたり、まあお粉をつけてたりする方いると思うんですけども、その化粧品の汚れを取る、油を取る、ホコリを取るっていう意味で、今度は寝る前にお顔を洗ってもらうっていうのはもう基本ですね。どうしてもね、帰ってきてすっごい疲れて、もう今すぐ眠りたいっていう方で、洗顔シートかっていうのを使う方いらっしゃるんですけど、それはもしどうしても必要な時だけ使ってもらうようにして、できればきちっとクレンジングするなりして、その後フォーミングクレンザーでお顔をしっかり洗うっていうのがすごく大事です。2つ目は一番結構これもね基本です。前回もお話ししましたけど、日焼け止めを塗らない人が多いです。日焼け止め絶対塗ってください。日焼けをしない人はエイジングしないって言われるぐらいなので、しっかりと日焼け止めをやっぱりつけてあげることで UV の紫外線からお肌を守ってもらう、毛穴の開きを少しでも予防してもらう意味で、日焼け止めはしっかり塗ってください。日焼け止めね、どうしても選び方ちょっと難しいですよね。痒くなってしまったり、切れ物がね出てしまったりする方も結構多いので、そういう方はもう一時的にね、お肌にそのファンデーションとかお粉とかに入ってる日焼け止めでも十分です。 SPF15 でも10でも構わないです。必ず日焼け止めを塗るという習慣をつけてあげてください。では3つ目、スクラブです。あのね、どうしてもお肌ね、ゴシ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 、アーモンドが入ってたりとかアプリコットが入ってるタイプとかで、お肌を結構ゴシゴシ洗ってしまう方がいるんですよ。それをするとお肌の表面見えませんけど傷がついてることが多くて、逆に老化とか肌荒れの原因になってしまうので、優しく、まあケミカルピーリングと言われるものですね。前回のピーリングのお話でもしましたけども、グリコール酸、サリチル酸、乳酸などなどを使って優しく取ってあげる。あとは1日ね、週に2、3回するマスクとかでお肌の表面の角質をしっかり取って、お肌のターンオーバーをスムーズにしてあげる。あまりゴシゴシしてはいけません。では4つ目、お砂糖取ってませんか？かなり糖分をね、取りすぎのその食生活っていうのはできるだけやめた方がいいです。なぜかっていうと、お肌が、お肌っていうか体がグリケーション、糖化してしまうんですよ。やっぱり白い砂糖はどうしても取りやすくなっちゃう。お米とかはいいです、まあ、それもね、もちろん食べ過ぎてしまったらダメですけども、できるだけお砂糖1日 8g に抑えるっていう努力をね、やっぱり少しずつする。でジュースとか、コンビニでよくジュースとか野菜ジュース飲んでるって方は、あの裏のね成分見てみてください。結構お砂糖入ってることが多いです。で食生活の中にも、あのご自身でね食事を作る方はブラウンシュガーとか黒糖とか、あ、まあ、ハニーとかね、そういうものにちょっと少し変えてもらって食事を作ったりとか、私もよくお菓子作るときに、私も甘いの大好きなので、例えば 2カップのお砂糖入れてくださいっていう時は、1カップのお砂糖にちょっとハニーを足したり、それこそ4分の1にして少しメープルシロップとハニーを足したりっていう風に少し工夫してます。なのでね、お砂糖をやっぱり取りすぎてしまうと体が糖化現象を起こしてしまって、くすみとか老化、あとはニキビのね原因になってしまいます。ただいきなり砂糖を落とすっていう究極のダイエットをすると、体がストレスを感じるので、逆にそれによって肌荒れ起きる方もいるんですよ。少しずつ、どうしても砂糖今日すごい取りすぎてしまったなと思ったら、お水をしっかり、アルカリイオン水とかアルカリ水を取るようにして、体から ディトックスしてもらうように、あの働きかけたらいいと思います。5番目、枕、結構きちっと洗ったりしてますか？枕ってね、こう寝てる時に枕使わない人もいると思うんですけども、枕って特に横向いたりして寝てる時、あとは頭でいらないその角質だったり、顔ダニの死骸だったりとか、いろんなものがその枕に入り込みます。もちろん枕の中はホコリも溜まってます。それによって肌荒れを起こすことも多々あるんですよ。実はよくね、お客様で見るのが、右向いて寝る、左向いて寝るによりますけども、癖のある方のお顔の方が引き出物を起こしていたりとか、肌荒れがひどかったりすることが多いです。あとはシワがね深かったりすることもあります。あの私がいつもやるのは、乾燥機に枕を入れてしっかりと消毒する、高熱で。あとはね、太陽光できちんと消毒する。またはどうしてもね、しょっちゅうそれができない方は、やっぱり清潔なタオルを巻いて枕を使ってもらうっていうのもありだと思います。
います。6番目は熱いお湯で血行を変わったりしてないですか。これもちょっとミステイクです。熱いお湯であまり刺激を与えすぎたり、軽い火傷ではないですけども、お肌にすごく刺激を与えすぎてしまうことで敏感になりやすいお肌になってしまいます。汚れを落としたいっていうこともわかるんですけど、十分ぬるま湯、またちょっと冷ためのね、あんまりキンキンに冷えたお水はダメですけども、本当にぬるま湯で十分汚れ落ちますから、しっかりとそれで洗い流す。あんまり熱すぎるお湯っていうのはお肌を乾燥させたりとか、毛細血管ね、特に薄い方がいたり、レチノールとか使ってたり、ビタミン C 使ってる方があんまり熱いお湯で洗うと毛細血管がね、どうしてもこう目立つようになります。赤ら顔の原因になってしまったりとか、敏感の原因になってしまうので、そこを気をつけてください。皆さんよくやってしまうと思うんですけども、リサーチする前に自分の肌質とか、あと自分が何を使わなくてはいけないかっていうリサーチをする前に、どうしてもトレンドのスキンケアとかトレンドのものをすぐに取り入れてしまうっていうのは気をつけてください。やっぱりね、自分に合うか合わないかっていうのをしっかりとサンプルをもらってくるなり、一回そこでスキンケアをしてもらって、まあ、24時間どんな反応が起きるかっていうのを見てから、やはり購入して使うっていうのはいいですけども、一回テストしてから何事も使う。あとは本当に成分がそれが自分に合っているのか、そのスキンケアが自分に合っているのかっていうのを見極めてから使うようにしてみたらいかがでしょうか。8番目、これもリサーチしないで、よく YouTube とか雑誌とかで、こんなスキンケアお家で作ってみたよ、こんな、例えば私がこの間言ったヨーグルトのマスクとかもそうですけど、何もリサーチしないでレモンを直接肌に塗るのがいいよ、重曹を肌に直接塗るのがいいよとかっていう、やっぱりいろんな美容法があると思うんですけども、例えばそれをきちっとリサーチしないまま使ってしまうっていうのは、すごくお肌に逆に悪影響を起こしてしまったりします。本当にそのお家で作るスキンケアだったり、そのマスクだったり、いろんなものが自分の肌に合ってるかっていうのをまずは見極めてください。いきなり、あ、これでシミが取れるんだ、これでこうなるんだと思っていきなりスタートしないように。重曹とかレモンとかもそうですけども、もちろん肌の強い方には結構大丈夫なんですが、今肌がすごく弱ってたり炎症を起こしてしまってたりする方、あとはレチノールとかビタミン C とか、すでにもう何かを使ってしまってる状態にそういう刺激の強いものを乗せるっていうのはすごい危険です。そういうのはきちっとね、プロのエステティシャンの方が、お友達でも毎月通ってるエステがあれば、そういう方にきちっと確認してから使ってみてください。または本当に少量、もしどうしてもそれやってみたいという方は、少量、やっぱりね、このあんまり炎症が起きにくいこの顎のラインとか、そういうところを使ってテストしてみるのがいいと思います。9番目、これは自分の、まあ、今使ってるスキンケアのね、順番が間違っていたりとか、自分に合うスキンケアを使ってない、使い方を完全に間違えてる、これはもう本当にミステイクになります。例えば洗顔、クレンジングで洗ったからもう洗顔終わり、あとは洗顔が終わった後に乳液とか、あとクリームをいきなり塗ってしまうことによって、その後にもし美容液とか塗ってると全く入らなくなります。海綿活性剤もね、やっぱり乳液とかクリームにはすごく入ってますから、私がいつもお客様に言って結構びっくりされるんですけど、必ずお顔洗って綺麗な状態、その時に美容液をしっかり入れてほしいんです。美容液ってやっぱりね、濃縮された栄養が入ってますから、まずはそれをのせる。で、お化粧水も拭き取りっていうのはあんまり私あんまりおすすめしてなくて、実は肌を傷つけてしまったりするので、逆に美容液をのせて、手に化粧水をなじませて、こう美容液を押し込んでいくっていう風に使ってもらった方がいいと思います。で、その後に薄く、どうしてもお肌が乾燥しやすい方とか、クーラーとか暖房のもとにいつもいらっしゃる方っていうのは、少し薄くね、保湿のクリームを塗ってもらって、美容液とかその化粧水でしっかり水分を入れた上に蓋をしてる感じで塗ってください。あんまり厚塗りに最初からしてしまうと、お肌がやっぱりどん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 甘えてきてしまうので、できれば薄付き でその後乾燥する部分だけね、少し足してあげたりっていうのもいいと思います。自分のスキンケアを使う順番だったりとか、選ぶスキンケアが合ってるかどうかっていうのをミステイクしないようにしてください。10番目はお肌、結構ゴシゴシこすってませんか。皆さんね、結構気づかないうちに、やっぱりクリームとか塗るとき、こういう結構伸ばしながら、こう引っ張りながらとかやってしまう方がいるんですけど、できればこすらない、洗顔の時点からもうすでにこすらないというスキンケアをスタートしてください。できるだけお肌に優しく、美容液とかはクリームとかもそうですけど、こう手で全部伸ばしてからバーってやるわけではなく、手で伸ばしたらこう少しこうつけながら、いろんなところにつけてあげて、そっから少し伸ばす、で押し込むっていう、優しくね、洗顔、化粧水、例えば美容液もそうですし、クリームも全部そうですけども、できるだけこすらない。結構特に目の周りとかね、こうやって
って塗る方がいて、ちょっと私とかドキドキしてしまうんですけど、見てると擦らないスキンケアをぜひしてみてください。お肌本当に変わります。10個言いましたけども、ミステイク何個見つけましたか？まずね、この10個の基本のミステイクしないようにすると、お肌がだいぶ応えてくれるようになりますから、ちょっと試してみてください。本日もありがとうございました。 Enjoy Me Care Beauty Elements Hawaii のチャンネル、ご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、インスタグラムへのフォローもお願いします。